今回紹介するのは、末末という本です。若旦那の言い名付けがついに決まる。幼なじみの英吉の恋に長崎屋の危き。騒動を経て次第に将来を意識し始める若旦那。そんな中、二吉と佐助は、 若旦那の嫁取りを心配した祖母のお銀様から重大な決断を迫られる千年以上生きるように比べ人の寿命は短いずっと一緒にいるためにみなが出した結論は謎解きもたっぷり一太郎と陽たちの新たな未来が開けるシリーズ第13弾若旦那シリーズの新たな未来が開ける第13弾が文庫化おすすめです以上 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。